はい、皆さんこんにちは、バッティング続きでございます。今日はですね、なんと新型カムロードにジルが乗っかりました。ちょっとね、走ってみようかなって思ってます。今日はですね、山形工場に来ておりまして、真っ白いジルが止まっているんですけど、カバーしゃれで分かりにくいと思うんですけども、これヘッドライトで分かるかな。新型カムロードにジルが乗っかりました。まあね、装備もなかなかまだついていないので、まだまだ重量はどんどん増えていくと思いますし、この車自体テスト車両なので、いろんな変更点出てくると思うんですけれども、乗るだけ乗ってみて、6速オートマとかどういう感じなのかなって、ちょっと気になりません？気になる。あ、気になるね。私も気になってるんでね、ちょっとぐるっと回ってこようかなと思います。ということでね、早速乗ってきました。パッと見も全部ジル中身できてますね。まだね、この車テスト中なので、ちょ装備結構ついてないのはあるんですけどね、なんでちょっと中はもうお見せできないんですけれども、早速カムロードの新しいジル乗っていきたいと思います。エンジンかけます。すごいな、相変わらずこのランプ。はい、ということでね、これがシフトノブになります。ここで押してドライまで、一気に下までだね。うん、2とかローとかっていうのはなくて、その場合はこっちの方に倒して、ここのボタンで調整します。じゃあ早速に走っていきたいと思います。じゃあ曲がりますね、あ、結構やっぱりトルクがあるので、ブレーキ割れだね、ちょっとしっかり踏んだ方が良さそうですね。またこれもね、重量変わってくるとまたちょっと違うとは思うんですが、この先ちょっと道が悪くなるんだけど、どうかな。今この状態、約60キロぐらいかな、60キロで1200回転。やっぱりロックあるからエンジンも静かだね、トルク感っていうか、夏のその下の方の走る加減っていうのがね、全然いいですね。一生懸命うーしゃしゃしゃしってこう一生懸命うーってこう走るんではなくて、もう普通にねスッと走れる感じです。しかもエンブレがちゃんとギアが落ちてくれる、ポンポンってギアが落ちてくれて、うーってなりますね。うん、ずっと行ってみましょうね。なんか工場の近く、なんか高速道路のインターができるみたいで、ダンプカーが非常に多いんですけどね。で、まあ、ダンプカーが多いんで、多分こう道路もだんだん広くなってきちゃったのかなと思うんですけど、ここらん結構ひどいんだわ、いつもガタガタガタってなって、全然大丈夫ですね。で、わだちもすごいとあるんですけど、それに屈することなく、ただひたすらにまっすぐ走るんですね。ほら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 ね、大きいこううねりとかもズドンっていくんだけど、そこからコンコンコンとはならずにズドンっていってスッと止まりますね。だから安定してるような感じするのかな。ほら全然いいね。エンジンがよく回るというか、エンジンがしっかりこう力のあるところまで来てくれるような感じがしますね。じゃあちょっと右曲がります。そっか、6速あるから1速の吹けっぷりがちょっとこうふわーっていくんだね。ほらほらほら、いけ、よいしょ、ほいっちょ、よいしょ、いくね。ギアチェンジの感じがすごくわかります。グーグーグーって感じでね、なんかしっかり押していってくれてるような感じがします。もうちょっとこうシフトチェンジも
学習機能で多分なってくるので、もうちょっと僕のこのアクセルの踏み方を覚えてくれると、もうちょっとこうスムーズになるのかなという気がします。じゃあね、ここからと無料の、ね、東北中央道、こちらね一区間だけ乗ってみたいと思います。ということで左曲がってね、とはいえね、これ一応自動車専用道路なんだけれども、最高速度は70キロ設定になってます。まあまあキャンピングが80キロ出すとまあまあ早いんでね、うん、ちょっとこんぐらいでわかるかなと思って、今ねぐーっと登ってるんですけど全然余裕で、はい、もうここ70キロ、はい70キロ、仮にまあこれ終点なんでね、あれなんですけど、ここから合流した場合でも70キロで、あ、80キロだ、ごめんなさい、80キロでしたね、すいません、80キロ、ここ最高速度80キロなので、ちょっと80キロ目指しますね。はい、もう、あ、もう出てるわ、こんなもんだ、うん、こんな感じですね。あ、あー、高速道路はめちゃくちゃ安定してますね。高速走行か、高速走行はめちゃくちゃ安定してる。そう、本当ずっとほら、うちら盛岡から来たじゃない、うん、盛岡からずっと肉のシングル乗ってる。高速の安定性は抜群にいいですね。これピピピって言うのかな。ちょっとね車線ねずらしますよ、ウインカーなしでいくと、ほらこういう感じで車線はめたりしてもちゃんと反応してくれますね。すごいね、いいね、見てください、何もないでしょ、何もないんでね、うん、風の影響を受けやすいところではあるんですが、うん、とりあえずまあでも風もないのかな、言ってもそんなに、うん、風もないのかもしれませんが、あ、これ高速道路はめちゃくちゃ楽だ。ダブルタイヤのこうゴチゴチ感もないし、ないよね、うん、実はね、あの本当にこれ作り途中なんで、あのいろんなところがなんかいろんなことになっちゃってるんだけれども、本当は多分こういう道走ったらガラ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 って多分めちゃくちゃ積んでるものとかいろいろ言うと思うんだけども、何も言わないね、めちゃくちゃ安定してる。よいしょ、一応高速道路からこう曲がっていく感じなんでね、カーブになるんだけど、ちょっと様子見てみましょう、どれどれ、うん、ここをちょっと強めに切るね。あ、ロールも少ないわ、やっぱ結構ダンパーもいい形で作用してるのかな、うん、すごくロールのコントロールがいいですね。もう一回回るからね、ここはちょっと急なんだろうな、ほら全然修正でいらないね、ハンドル固定のまんま、ほらずっとこれでいっちゃう、ほら加速感ってそのスピード感っていうのかな、その加速感とかっていうのは実はほとんど変わんないっていうのが印象かな、うん、だからなんか馬力があるなっていう感覚でもなく、いい意味で今までのカブロードとそんなに変わんないかなっていう印象があります。ただやっぱりね、高速安定性は今めちゃくちゃ良かったね、びっくりした。あのやっぱり6速あるから回転数もそんな上がんないんで、なんていうのか、落ち着いて乗れるって言ったらいいのかな、80キロぐらいだともう普通の道走ってるのと変わんないような、そんなイメージですね。今55キロぐらいかな、メーター読みで今それぐらいで走ってるんですけど、これぐらいの巡航で行くと、瞬間燃費は11キロ、まあ踏めばあれしたんだけど、ちょっと戻すと18キロ15キロって感じで、ちょっとじゃあこっから今アベレージの燃費測っていきます。排気量がだから3リッターから 2.8 に変わって、でもエンジンパワーとトルクは一緒でみたいな、だからまああんまり変わんないっていうのは、まあ変わんないんだろう、そもそもね変わんないと思いますけどね。結構振ってもやっぱり車が、これはもうダンパーの方がいいかな。これで本当に水とか積んで実用レベルで装備つけていって、もうちょっと重量重くなると、これまたこれでちょっといろいろ話変わってくると思うんですけどね。
まあその距離が結構短いんで、なかなか一概に判断はしにくいところはあるんですけれども、とりあえず一般道は、約今10分ぐらいしたのかな、10分ぐらい走って、燃費は10キロでした。うん、良くなったと思うけどね。うん、走っててねすごい思ったのは、やっぱ驚いたら高速道路だね、すごくいいです。うん、やっぱりね、今さっき80キロって、まあ大体キャンピングは80キロまでにしてくださいねって話をするんで、今80キロまで出したんですけども、なんか全然行けちゃいそうな感じします。すごく高速道路の安定性がいいのと、やっぱりギアが6個あるんで、最後のギアに入った時、6速目に入った時の回転数がめちゃくちゃ落ち着いてました。なので音もすごくこうエンジンがこう回ってる感じもなく、静かに乗ってられると言いますか。一方で途中からちょっとスピードが落ちてグッと加速したりとか、上り坂でグッと加速しても、そこからこうあんまり息つくことなくスーッとこう走り始めてくれるような、そんな印象を受けました。すごくカーブも安定してたし、道路のうねりとか、まあちょっとわざと道悪いとこ行ったりもしたんですけれども、そういったところも、しっかりこういなすような形で、であと私だね、私もこう音とってならずに割とスーッと走ってた感じがありました。盛岡からずっと今1個前の、形のカムロードで多分1000キロぐらい走ったよね。1000キロぐらい走ったと思うんですけれども、いい意味で、カムロードのまんまです。うん、何か運転しづらくなったりとか、パワーが上がったとかなんとかって、こう乗りづらくなったとかいう印象は全くなく、本当にカムロードのまんまでした。またね、これ装備いろいろついたりとかしたら、また改めてね、ご紹介していきたいなと思っております。新しいカムロード何かありましたら、このバンテック TV でご案内させていただきますので、引き続きバンテック TV よろしくお願いいたします。はい、ということで以上が